こんにちは、医学歯科院長岩木正明です。今日はある質問があったので、それについて答えたいと思います。よく歯医者さんに行って歯石のお掃除をする際に、いっぺんに取ってくださいとお願いしても、いや 2,3 回かかりますとか、もっと回数かけて取らないと取りきれませんよっていうようなお話をすると思うんですけども、なぜ1回で全部の歯石を取れないのかということについてお話したいと思います。一般に歯石のお掃除というのは保険治療でしている方が多いと思います。保険治療と言いますと、やはり平均的な歯医者さんでの滞在時間というんですかね、予約の時間というのを想定してますので、だいたい30分ぐらいというふうに想定していると思います。保険の治療で歯石を取るのに4時間とか予約を取る方はいないと思いますので、でまず一番最初に初心の場合、スケーリングというのは歯石除去といって、見えている部分の歯石を掃除するのを歯石除去と言いますね。歯と歯肉の境目より下に入っている歯石を取るのをスケーリングルートプレーニング SRP というふうに言います。そしてスケーリングの方は厚生省の方からですね、推奨されているのは、まあ、多くても1回で、上だったら上なので、だいたいスケーリングは上と下に分けることを推奨されています。推奨なので別に全部やってもいいんじゃないかと思うかもしれませんけども、全ての患者さんに1回で歯石を取ってると指導が入って、なかなかやりにくくなることが多いです。まあ、流れからいきますと、まず歯周ポケットを測る歯周基本検査というのをやって、歯周病の状態を見て、そしてまず歯石を2回に分けて、上と下に分けてですね、お掃除をして、その次の回にどのぐらい歯周ポケットが減ってきたかっていうので再評価をして、もう一度歯周ポケットを測ります。そしてまだ歯周ポケットが多いようでしたら、歯肉の中に入っている歯石を取るのに SRP という処置をします。これは保険の方で推奨されているのは6ブロックですね。左奥、左下奥、前歯の上、前歯の下、右の上の奥歯、右の下の奥歯というふうに6ブロックに分けて歯石のお掃除をすることを推奨されています。ですから歯科医の方でやっても、まあ6分の1か3分の1、2ブロックぐらいが良しとされてますので、なかなか全部をいっぺんに掃除するということを保険では認めてくれないことが多いようです。確かに全部 SRP をすると30分とかの時間ではとても収まりきれません。ただ保険治療外におきましては、何ブロックやろうともいっぺんに全部やろうとも規定はありませんので、こういう場合は保険外治療でやられる方も中にはおられます。ただし数万円の費用がかかったり、お時間も2時間3時間、そして部位が多くなると染みたりしやすいので、全体的に麻酔をしてから行うことも中にはあります。ですから保険治療と保険外治療での差はありますけども、保険治療での一般的な歯石のお掃除は1回ではできないことが多いということをご説明したいと思います。このチャンネルでは歯に関するお悩みに解決するような動画を配信しております。いいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。医学歯科医院長岩木正明でした。